これ人が映らんところがないね。ないない。これ今年のニューモデルなんだって。すごいよね。かっこいいですさ。ねえ、やばいな。めちゃくちゃかっこいいよね。いくらぐらいするのかな。値段、うん、これやろ。おお、ちょっと待ってよ。納得のお値段よね。光がこれなら入らんかな。うん、見える。うん、見える見える、うん、なるほどねって感じやね、うん、するよなって感じ。するよなって感じ。すごいな。これは快適やで。うんうんうん、だよね。すごい。ここ収納やな。ここ？うん。うんうん。こんな感じ。え、うん、結構深そうよ。あ、結構深い。手が入らへん私奥まで。そうなんや。要素あるわ。うん、1、2、3、4。そこマルチルームかな。開けれる？開いた。あ、マルチルームやわ。うんうん。あ、広い。結構広い？うん、トイレとかも入りそう。うんうん。服とか物入れとしてもいいかも。あ、着替えとか、あ、そうか、別にここで中に着替えんでいいか。すごい。こんだけあったら相当置けると思う。すごい。で、椅子もしっかりあるし。うん。いい感じやな。わ、来ない？いい感じ？いい感じ、いい感じ。めっちゃ座り心地いい。なんかふわってしてる。へえ。うん。クーラーもあるし。うん。あ、向こう要素、あっちも棚要素入ってると。うんうん。ベッドの方。うん。あっちも。人の顔が映るから、うんうん、外で撮る。なるほど。すごいね。あ、このライトかわいい。ライトかわいい。ああ、これ位置変えれるんちゃうかな。ちょっと無理かな。なんか動きそうな感じもある。動くかもしれんな。うん。画面に入りきり、うん、でかすぎ、大きすぎてな。ちょっとごめん、下がって。うん。すごい広いよね、これ。ねえ。ごっつい。これは広いわ。うん。めちゃくちゃすごい。で、ここにも収納あるで。収納の中結構あって。うん、ねえ。
観音開きが何箇所かあるし、うん、4箇所かな観音開き。電源関係がロンダファイとかちょっと分からへんけど、そやな、すごい多いと思うなあ。多そう。おお、まあすごい、すごい使いやすそう、うん、広くていいね、うん、ここはあれなんや、こういうちょっと大きい感じの、わあすごいすごい、すごい奥まで、これはすごいわ、これは大きいわ、これは大きいね、うん、すごいすごい、長いものでも入りそう、結構あの長めのなあ、キャンプ椅子とかでも入りそう、キャンプ用の椅子とか入りそう、すごいすごい、ここはこんな感じかな、タイヤのあれの、うん、あ、そうやな、うん、タイヤのあれがあるから、それでもまあ、それでもかなり、うん、あるな、うん、あると思う、へえー、すごい、すごいね、そうやな、おお、すごいすごいすごい、かっこいい外観だよね、うん、これかっこいい、階段、あ、これ何かと思ったら USB 挿すやつだよ、あ、ほんまや、ね、あ、これいいや、これめっちゃいい、めっちゃありがたい、好きなとこに持っていけんね、うんうんうん、あっちも、うんうん、こっちにもあるね、こっちもある、これね、これはいいな、これ欲しい、あ、いいな、なあ、ライトも好きなところに移動できるし、うん、ああ、まあ、上の天井のあれがあるからサポートやね、うん、完全な、あ、これはね、ああ、そうやね、でベッドは上を消してここだけ夜はつけとくとかもできて、ああ、ベッド1400の1900ある、うわー、1400もいけるな、うん、これめちゃくちゃ快適に寝れそう、これダブルベッドぐらいあるんちゃう、うん、多分あるんじゃないかな、だってめちゃくちゃ広いもん、ああ、スイッチだね、っぽいね、うん、ここかな、うん、外からでもつけれるようになったやんな、うんうんうん、すごいね、大きい、ちょっと、ちょっと、入り口の上見て、上ライト、上のライトがついてる、 あれ、そうやね、すごいなあれ便利や、うん、入り口にライトがあるっていいよね、全然違うと思う、うん、タイヤでか、大きいよね、タイヤね、ああ